と iMovie を消すか。この容量ギリギリのやつが本当やだろうね。炊きたいんだけどね。でも行かねえんだろう。こんな下で止まんないって左曲がりは遠いんかな。これ左この八尾正ってところ左曲がるところでも渋滞したら今日ヤビさん諦めるわ。そうしよう。渋滞死んじゃう。うん、そっちの方面だもん。やびしていくのが辛くなる日だと思わなかった。まあまあまあ。まあ渋滞したら諦めるかな。この2年でさえ抜けれれば変わるんだろうね。と思うんだけどね。この左がねどうなるかなんですよ。ないね、3F って。 3F はもうないよ。 3F はもうない。あんなとこ俺渋滞したから何が起きたのかと思って、うん、あ、いないね、左曲がるやつだす。あ、いない方かな、そこそこいるって感じ。さっさとやめに行かせてくれよって感じなんだけど。まあその祭りに行こうとしてる人もいるだろうから、まあ、多分ね、まあ、いやーいる、それでしょメインは。よほど河野太郎が来るぐらいだから横手でかい神社なんだろう、うん、どうも八坂神社なんて言ってる。八坂神社いや、これまっすぐなのが地獄だな。そんな、うん、渋滞しんじゃん。左曲がれば多分着くとは思うんだよ。今日は菜の花台も行かなくていいかな、うん、もう多分富士山見れねえでしょ。もう夕方だからかすっちゃってるしね。うん、じゃあさーっと洋服して帰ろう。うん、八尾正はまだあるんだね、昔っから、うん、どこが左かようわからんけど、そんな車と同じ方向行きたい。河野太郎のショップが貼ってあるそこに。
徹底的に切られたもんな。うん、面白くない。もう一時期はネタでなんかね、面白さだと思うんですよ。そのままうまくやれればね、若者の支持率もらえたかもしれないけど。どこも左。ああ、そこ行きゃいいんだ。もうダメなんじゃねえかな、今日。そんな感じがしてきた。え、道に発車するんだ。さすがモミちゃん。なるほど。よいしょ。渋滞してる可能性あるな、下手したら。これはこっちでいいのか。ここの右を曲がったところで渋滞したら諦める。今日これは多分避けようがない。Thank you.
そんな渋滞してないの。